週末は休みか。久々に息抜きでもしたいな。俺の名前は高橋千明、ごく普通のサラリーマンだ。ねえ高橋さん。そして彼女は七瀬さん。俺の同居人として何かと世話を焼いてくれてるんだけど、水着姿の私見たくないですか？何ですか突然。見たいですよね。見たいに決まってますよね。ね。怖い。そんなに照れなくてもいいですよ。高橋さんの気持ちは分かってますから。ということで週末の夜は開けといてくださいね。わかりましたか？はい、わかりました。断ったら大変なことになりそうだ。ちょっと休憩っと。楽しんでますか高橋さん。まだちょっと緊張してますね。こういう場所は初めてだったので。それにしてもびっくりしましたよ、ナイトプールだなんて。仕事のつてで紹介してもらったので、思い切って高橋さんとデートすることにしたんです。私もこういう場所はあまり来ないですけど、たまには悪くないですね。そうですね。いい気分転換になります。ただ一つ残念なことがあるんですよね。残念ですか？せっかくプールに来たのに、高橋さんがあまり私の方を見てくれないんです。え？遠慮しなくていいんですよ高橋さん。この水着だって高橋さんに見せるために用意したんですから。何か感想とかいただけると嬉しいんですけど、いかがです？遠慮しないでは大変なことになりそうな気がする。似合ってると思いますよ。本当ですか？それじゃあ今後は家にいる時もこの水着を着るようにしますね。そこまではしなくていいです。もう相変わらず高橋さんは照れ屋なんですから。私ちょっと飲み物買ってきますね。高橋さんはここで待っていてください。ありがとうございます。ナイトプールか。確かに悪くないな、こういうのも。七瀬さんに誘われなければ来ることもなかっただろうし、今日は目いっぱい楽しんで。ちょっとそこのあんた。はい、俺ですか？そうよ、あんた私の体見てたでしょ。いやらしい目で舐めますみたいに。見てませんけど。嘘よ、ぼーっとよだれを垂らしながら私に見とれてたもの。変な人に絡まれちゃったよ、参ったな。どうせナンパでもするつもりだったんでしょう。そうに決まってるわ。へえ、面白い冗談を言いますね。高橋さんが私以外の女に興味を持つわけないじゃないですか。ましてや奥手で照れ屋の高橋さんがナンパだなんて非現実的すぎます。高橋さんが結ばれるのはこの私、何度生まれ変わったって、この世が滅んだって、これだけは未来永劫変わらないんです。ですよね高橋さん。はい、そうだと思います。下手なことを言うと事件が起きそうだ。何よ、急に現れてわけのわかんないことを。見られた本人が言ってるんだから疑う余地なんてないでしょうが。ほんと嫌になるわ。私はただプールを楽しみたいだけなのに、欲望丸出しの男どもがいちいち群がってきて。見苦しいですね。自意識過剰もいい加減にしてくれませんか？高橋さんの欲望は全て私に向けられているんです。あなたのことなんて最初から眼中にないんですよね、高橋さん。はい。お客様すみません、他のお客様のご迷惑になりますので。あんたの顔覚えたからね。なんとかなったみたいだ。すみませんお客様、気づくのが遅れてしまって。あの方ここ最近は毎日いらっしゃって、その度トラブルを起こしているんです。そうだったんですか。大変な目に遭いましたね七瀬さん。目障りですねあの女。せっかく近所にこんな素敵な場所があるのに、あんな女にうろつかれては困ります。七瀬さん、私たちの行動範囲からすぐに排除しないと。見てる見てる、うそうむぞうどもが私に注目してるわ。それにしてもつく
くずく罪な女よね、私って。恵まれた体を与えられたせいで愚かな男どもの注目を集めてしまう。もう少しブスに生まれてたらこんな風に悩むことなんてなかったのに。すみません、そこの美しいお姉さん。なに、またナンパ？あら、ちょっとだけ僕とお話ししませんか？少しだけでいいんです。結構いい男じゃない。まあ他の男に比べればだけど。私に何か用？ええ、さっきからずっと見ていたんです。君の美しさに目を奪われてしまって。ああ、なんて素晴らしい肉体なのだろう。幸運すぎる。こんな出会いに恵まれるなんて。七瀬様の言った通りだ。え、今なんて。ああ、いや、なんでもない。こっちの話です。まあ、見る目はあるみたいね。そんなに話したいって言うなら、少しだけ付き合ってあげてもいいわよ。本当かい？ありがとう。オッケーだってさ、みんな。なんなのよ、あんたたち。美しい、まさにダイヤの原石だ。鍛えたらどこまで伸びるのか。想像するだけで大胸筋が高鳴ってしまうよ。マッチョが増えた。近くにおすすめのジムがあるんだ。詳しい話はそこでしよう。え、ちょっと待ってよ。もちろん、とっておきのプロテインも用意してあるよ。僕からはササミとダンベルをプレゼントしよう。トレーニングメニューは僕に任せてくれ。これから長い付き合いになるだろうからね。ちょっと待ちなさいよ、あんたたち。どこへ連れて行くつもりなの？ねえ、七瀬さん、見てください。テレビ。はい、どうしたんですか？これって、この前ナイトプールで絡んできた人ですよね。ああ、なるほど。マッチョさんたちうまくやってくれたみたいですね。じゃあ、これって七瀬さんが？ちょっと背中を押してあげただけですけどね。あの方、言葉とは裏腹に周りから注目されることを喜んでいるようだったので、活躍の機会を与えてあげようと思ったんです。あのままだと迷惑をかけ続けるだけですし、一応首から下に関しては素晴らしいものをお持ちでしたからね。首から下に関しては、まあ、確かに。あ、高橋さん、変なこと考えてませんか？他の女のことを考えるなんて許しませんよ。妄想するなら私の体にしてください。いくらでも力になりますから。力になるって、どういう意味ですか？知りたいですか？結構です。やっぱりテレアなんですね、高橋さんは。まあ、そういうところも含めて大好きなんですけどね。あれ？もしかして、まだ見えてます？七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録、よろしくお願いします。